ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やっぱりディストピア作品は何度見ても面白いわね。今度はディストピア作品にハマったのか？ SF 映画のテーマとしても面白いのよね。まあ確かにそういった作品で描かれる管理された世界は、恐ろしさと一種の美しさがあるように思うぜ。私は恐怖しか感じないわね。そういった世界に対する登場人物の反抗がやっぱり面白いし、勇気がもらえる気がするのよね。ところで、霊夢はオルダス・ハクスリーって知っているか？どこかで聞いたことがあるような気がするわね。それじゃあ、素晴らしき新世界と言ったらわかるだろ？なるほど、あの本の著者というわけね。まさにそういうことなんだぜ。今回紹介したい予言者はこのオルダス・ハクスリーなんだぜ。ということは、彼も何かしらの予言を残しているということなのね。確かにあの小説の内容からすると、何かしらの予言を残していてもおかしくないわね。今回は、オルダス・ハクスリーが残した予言に関して話をしていこうと思うぜ。よろしく頼むわ。まずはオルダス・ハクスリーに関して説明していこうと思うぜ。あの有名なディストピア小説の作者ということくらいしか知らないから気になるわね。オルダス・ハクスリーはイギリスの作家であり、後にアメリカ合衆国に移住した人物だぜ。そして、ヨーロッパにおいて著名な科学者を多数輩出したハクスリー家の出身なんだぜ。科学者のサラブレッドって感じの人だったのね。小説、エッセイ、詩、旅行記など多数発表したが、小説によってその名を広く知られていると思うぜ。出生に関しては、サリーのゴダルミングにおいて、作家のレナード・ハクスリーとその最初の妻の、ジュリア・アーノルドの間に生まれたそうだ。父親も作家だったのね。そのようだぜ。1908年、14歳の時に医者を志望しイートン校に入学した矢先。母親のジュリアが45歳で死去し、妹のロバータもその同じ月に別の事故で死去してしまったぜ。まだ若いのに気の毒な話だわ。子供の頃は苦労が多かったみたいね。1911年には角膜炎を患い失明状態となり退学することになったと言われている。なんだか悪いことが続いていたのね。後に拡大鏡を使えば文字が読める程度には回復し、1913年にオックスフォード大学のベイリオルカレッジに入学し、英文学と言語学を学んだ。それから翌1914年に、第一次世界大戦が勃発することになるが、オルダスはその視力が原因で兵役を免れることができたそうだ。これは不幸中の幸いだったかもしれないわね。第一次世界大戦における犠牲者を考えると、後の名作も生まれなかったかもしれないし。確かにそうだな。しかし、同時期に失明中の彼の面倒を見てくれていた、慈恵のノエルとレベリアン・ハクスリーが自殺してしまったそうだぜ。なんだか、身近な人の多くを亡くしていて気の毒だわ。1916年にはオックスフォード大学を優等で卒業し、1917年にイートン校の教師となり、フランス語を教えるが、1年で退職してしまったそうだぜ。なんだか人生うまくいかない感じのように思うわね。ただ、大学卒業後の20代で作家としてデビューしているんだ。作家としての才能は認められていたということね。1919年にベルギー人のマリアニスと結婚し、翌1920年に息子マシューが誕生しているぜ。やっと明るい話になったわね。ちなみに1926年には日本にも来ているそうだぜ。その時代に日本を訪れているのは珍しいかもしれないわね。そして1932年の素晴らしい新世界では、胎児の頃から性科学的に管理され、洗脳的な教育によって欲求が満たされ管理されていることに疑問すら抱かない。市民が生きる管理社会であるディストピアを風刺したんだぜ。私でも知っているくらいには有名なディストピア小説の金字塔だわ。1937年には、目の疾患の治療のためにアメリカ合衆国のカリフォルニア州に移住したぜ。なお彼の著書によると、彼の視力の回復にはベイツメソッドの実践と、アレクサンダーテクニークのレッスンを、創始者フレデリック・アレクサンダーから受けたことが大いに役立ったそうだぜ。視力はなんだかんだで回復できたのね。よかったわ。その後はさらに神秘主義の傾向を強めていくことになるんだぜ。なるほど。もともとハクスリーは意識の拡張に関心を持っていたと言われているんだ。なんだか危なそうな話だわ。1944年の著書、永遠の哲学では古今東西の神秘主義者の思想を引用抜粋することで、神的な実在を認識した人間の思想を研究したぜ。特にインドの鉄人、ジップ・クリシュナムルキとは長年家族ぐるみで親しく交流したそうだ。また、精神科医のハンフリー・オズモンドに、ハクスリー自らが幻覚剤のモルモットとなることを申し出たぜ。それって危なくないのかしら？でも、薬の力で意識を拡張できると考えたのかもしれないわね。1953年春、こうして幻覚剤のメスカリンによる実験が開始されたぜ。この時の主観と客観が合一する経験を記述したのが著書企画の扉だぜ。
その翌年1954年に知覚の扉が出版されることになった。どこかで聞いたことがあるタイトルだわ。知覚の扉は、学者としての冷静な観察眼と作家としての出力を軸に、仏教や神学や西洋哲学にも言及しながら、絵画芸術の比較研究を行っている本だぜ。なるほど。知覚の扉は、60年代の意識革命の発端として評価が高いと言われていて、ハーバード大学の幻覚罪研究者であるティモシー・リアリーの理論の支柱となったり、リアリーの後継的な存在であるテレンス・マッケナにも大きく影響を与えたぜ。確かに貴重な体験をまとめたものでしょうから、多くの人に影響を与えたでしょうね。ハクスリーはここまで話してきた通り才能のある人物であり、研究家でもあったわけだ。そんな彼は生前、あるインタビューに答えているんだ。どんな内容なのか気になるわね。そしてこのインタビューこそが彼を預言者だと考える要因だと思うぜ。ハクスリーが晩年の1958年に全米ネットの ABC でインタビューに答えたぜ。そして、その中で全世界が独裁体制に置かれてしまうと警鐘を鳴らしていたんだぜ。どんな内容だったのか気になるわね。ここからはそのインタビューの内容を引用することにしよう。よく聞くんだぞ。早く教えてほしいわね。こんばんはマイク・ウォレスです。こんばんのゲスト、オルダス・ハクスリーは、独自の視点を持つ作家、批評家です。イングランドで生まれ、カリフォルニア在住のハクスリーさんは、今世紀における最も衝撃的な小説を発表します。最近では文明の危機を書き終え、アメリカの自由を脅かす概要を述べます。では早速聞きましょう。一体誰と何がアメリカの自由の敵なのでしょう？アメリカの誰とは言えません。そこにある特定の人物が意図的に人々の自由を狙ってるわけではありません。でも、私が思うにそこには何個かの非人間的な力が存在しており、それらは自由の制限を推し進めます。また多くの電子デバイスも関係してきます。これらは誰でもその意思さえあればこのプロセスを加速するために利用できるものです。自由を制限し支配を課すために。なんだかものすごいことを言っているわね。非人間的な力って何なのかしら？それに60年代に電子デバイスの話をしているなんて先見の明があるわね。あなたが言うデバイスですが、特定のデバイスが？またはコミュニケーション法？我々の自由を制限しようとするもので。もちろんそのように利用できるデバイスはあります。例えばここ最近の悲惨な歴史です。ヒトラーが利用したプロパガンダ、これは非常に効果的でした。でもそれと同時に非常に効率の良いプロパガンダを利用します。彼は当時における最先端デバイスを取り入れました。そうして自分の意思を大衆に押し付けることに成功しました。確かに最新のデバイスは時代によって違うわね。今なら SNS ってところかしら。それはわかりますが、ヒトラーが利用したプロパガンダを、どうアメリカでも適用できると言えるのでしょう？こうインタビュアーが聞いたところ、ハクスリーはこう答えたぜ。もちろん今はそのように利用されてない。でも肝心なのはそこには手口があることだ。それらはある意味ヒトラーの手口より優れていて使おうと思えば使えるわけだ。それを私が強く感じるのは、我々は凄まじい速さで進化するテクノロジーに疲れてはなりません。これは歴史的に繰り返されてきました。テクノロジーが進化することで社会は大きく変わる。そうして人々は予想しなかった状況に陥り、望みもしなかった行動を取ることになる。なんだか現代の SNS の話をしているみたいね。確かにそう考えるのも自然かもしれないな。そして、ハクスリーは持論を展開したぜ。テレビは今のところ無害です。ただ人を紛らわすために利用されてるように私は感じますけどね。ここでテレビが普及する社会主義の国に目を向けましょう。テレビはいつも同じことを言うわけです。それは幅広いノイズを生み出すのではなく、それは一辺倒の思想を繰り返すだけです。こう考えるとテレビはとてつもなく強力な道具です。確かに今でこそ、テレビの影響力は下がっているとは思うけど、今後はインターネットがその代替になっていくかもしれないもんね。そこでインタビュアーはこう聞いたんだぜ。要するに道具が悪用される可能性ということですね。その通り、テクノロジー自体は全て中立な立場にあります。いずれにも使うことができるものです。例えば原子力は人類の破滅に使えば破滅を招くが、石炭や石油の代わりにもなる。確かにその通りではあるわね。つまり、ハクスリーはテクノロジーによる国民の洗脳に関して危惧しているんだぜ。これに関しては現代ではより多くの情報がネットを通して駆け巡るようになっている。私たちがそういった情報にさらされる時間は、ハクスリーが生きていた時代よりもはるかに長くなっているだろう。ハクスリーによればテレビもかなりの影響力を持っているように考えていたわね。そう考えるとテレビが伝える情報の何倍もの情報に私たちは日々さらされているのよね。もしかしたら何かしらの洗脳を私たちも気づかないうちに受けているのかもしれないわね。つまり、ハクスリーは水面下で進む少数の人間による支配に、警鐘を鳴らしているとも言えるわけだぜ。確かにヒトラーの例を挙げていたものね。
素晴らしい新世界において、世界は少人数のエリートによって支配されていて、共同性、同一性、安定性のスローガンのもと、全人類が一つの共同体として無駄のないよう管理されているんだ。ハクスリーは著書の中でもこういった支配に関して何か伝えたかったのかもしれないわね。また、歴史や文化は徹底的に抹消され、家族、一夫一妻制、恋愛という概念は排他的だと蔑まれるし、人間は培養瓶で製造され催眠教育によって、赤子の時から読書や自然を恐れるよう刷り込まれ、幼い頃より過度の性教育を受け、ヒニングと麻薬が支給され、自分の現状に不満を持たずひたすら消費を続け、快楽を貪る心身ともに虚弱な物質主義者として作り上げられていく過程が描かれていた。少し大げさなところもあるけど、なんとなくだけど現代の私たちはこの世界に近づいてはいないかしら。人によってはこれのどこが全体主義なのだろうかと思うかもしれないけど、物質的に満たされて、自由そのものかもしれないが、無責任かつ生産性のない物質の奴隷となることは自由からほど遠いのではないか。本来、自由とは他者の定めた規定に従わないことであり、己を律し、自身の行動に伴う責任を全て背負うことなのではないのか？確かに物に良くも悪くも縛られている私たちは本当に自由なのかしらね？実はものすごく不自由というか、奴隷のような毎日を過ごしているのに、無自覚なだけではないのかと思ってしまうわね。そして、その無自覚を作っているのは、テクノロジーかもしれないというのがハクスリーの予言なんだぜ。そう言われてみれば当たっているように思うわね。世界の経済や情報の流れを牛耳る一部のエリートの意向で動かされる世界や、政治や思想を持つことを嫌う、無気力で物質主義的な大衆。これらの存在は、ハクスリーが危惧していた世界の具現化ではないのか。確かにその通りかもしれないわね。素晴らしき世界は実は実現しようとしているのかもしれないわね。今回はオルダス・ハクスリーに関する話をしてみたぜ。なんだか、ゾクゾクしたわね。私たちが知らないところで、ハクスリーが描いたような世界が作られようとしているかもしれないわ。そう考えると今後の世界はどうなっていくのか気になるよな。なんとかいい世の中になってくれればいいけどね。私もその方がいいとは思うけど、ハクスリーはそうは考えていなかったようだぜ。それでもディストピア作品の登場人物みたいに抗いたいものでしょ。いい心がけだと思うぜ。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。